とは、スコットランド原産の牧羊犬種である。ラフコリーと同種の犬として、スコッチコリーとも呼ばれる。コリーは、約2000年前に、ローマ人がブリテン諸島にもたらした犬が先祖とされ、イングランド北部からスコットランドにおいて、牧羊犬として活躍した。19世紀に、イギリスで様々な犬種の作成や、ドッグショーが盛んになる中で、コリーも、ペットや、 小ドッグとして繁殖が進められた。はじめは、現在より頭が大きく短足であったと言われるが、イングリッシュグレーハウンドの血を加えることにより足が長い、スラリとした容姿に改良された。その後、1860年にバルモラル城に滞在中のビクトリア女王が、コリーに目を止めて数頭を入手し、スムースコリーを愛好したことから人気となった。女王は、 中でも、シャープという犬を愛し、そのブロンズ像と墓が、ウィンザー城にある。この頃には、スコッチコリーには、毛の長いラフヘアードと、短く滑らかなスムースヘアードの2種が存在していた、ことが知られる。ビクトリア女王が好んだのは、スムースコリーであったが、20世紀に入って、ドッグショーがさらに流星となると、改良によって、美しく長いコートを持つようになった。 ラフコリーの人気が増し、スムースコリーの人気は低迷し、二度の世界大戦期には絶滅寸前となった。戦後は愛好家の手により数を回復したが、現在でもラフコリーより飼育頭数は圧倒的に少ない。その一方で繁殖が慎重に行われたためか、ラフコリーより健康で性格が落ち着いており、作業権としての能力が高い。なお、現在では、漁師は 国際畜剣連盟などでも別種として認識されているが、イギリスでは1993年まで領主間の交配が許可されていた。ブルーマールのスムースコリー用紙は、体高56から66センチメートル、体重22から34キログラムの大型犬で、マズル、首、足、尾が長く、引き締まった体つきで、反タレ耳ミミサーベル型のタレを持つ。コートはさらりとした。 ショートコートで、毛色は、セーブル、マーブル、ホワイトブラックタンなど。中でもブルーマールの毛色を持つ個体は、19世紀末頃に、ダービージャーのブリーダー、W.P.R. クライトが、意図的な作出に成功し、マールドコリーという独立の剣士として繁殖させた。マーブルドコリーや、ハーレクインコリーとも呼ばれ、一時期人気を得たが、人気が去った後は、剣士として認められていない。また、 ブルーマール同士の後輩は、毛色が白く、耳の聞こえない子供が生まれる確率が高いことが知られ、避けるべきとされている。スムースコリーの性格は警戒心が強く、内向的だが、主人家族に対しては陽気で優しく、友好的である。なお、ストレス性の下痢になりやすいため、留守が多い家庭での飼育は難しい。ありがとうございます。